タイム、タイム。カエル投手がどこにいるってら、ヨートルのロイ・ハバードと根性なしのリックだけじゃねえか。ご苦労さん。ありがとう。よくやった。ここまで投げれば十分だ。あと一人なのにすいません。あとは任せろ。リックを出せ。リックですか。ああ、打者パークマンじゃない。右腕を叩いたな。リックに投げさせる気か。あいつを出したらこの試合は負けたも同じだい。黙らねえと張り倒せ。やる気だ。大変だぞ。ワイルドスイングだわ。彼の電話機をかけなくちゃ。やめてよ。あの曲聴いたと頭おかしくなるわ。もう死にそう。ワルガキが戻ってきたぞ。俺たちのワイルドシングが戻ってきたぞ。ギャいやぞ。それを待ってた。もう大丈夫だ。よし、いいか。ベックは外角が得意だ。シュートで勝負だ。パークマンってやる。次のバッターベックだぞ。歩かせる。わざわざ満塁にするのか。正気か。パークマンと勝負したい。いいだろう。お前に任せた。ねえ、アンズより桃がやしだよ。頼んだぞ、ワイルドシング。160キロのストレートだ。バットにもかすらせるな。三球三振だ。ビックリやつをぶっ殺せ。イエー。インディアンスファンの期待を裏切ってリリーフはリックです。ボールワン。なんとベックを敬遠してパークマンと勝負です。テイラー監督の考えでは、まあ、これ何を考えているのか分かりませんが。変わったのはヘアカットだけだろうが。ボール。ボールでベックが一塁に歩きます。満塁で迎えるバッターは9割2厘とリックをカモにしているパークマン。この前の打席ではホームランを打っております。バッター背番号10号ジャッジ。逃げるなよ。真っ向勝負で行け。怖がらなきゃ抑えられるんだ。さて、投げるボールはターミネーターでしょうか。うわー、バンバン空振り。158キロの速球であります。張り切ってるな。じゃあ俺もやる気出すか。いやー、びっくりいたしました。アトリック、初球はストレートで入ってきました。さて、2球目は何か。パークマンファール。彼もストレートを待っていたようです。タイミングは合っています。やるじゃないか。だがな、同じ球をもう一度投げるだけの度胸はあるまい。いいとも投げてやろう。
生まれ変わったターミネーターだ。打てたら名前を付けさせてやるぜ。ぶっ殺してやれ。勝負を急ぐなよリック。日中遊べ。パークマンさん、同じキャッチャーとして一言言っとくけど、機関車が来るのに線路に立ってると怪我しますよ。サインなんかなしだ。ど真ん中へ投げ込め。ツーアシングからパークマンへの第3球です。言ってたんだ。イエーイ。